4月30日木曜日5時15分、庄司幸の夕暮れチョコレートのお時間です。火曜日からとても素敵なゲストに電話がつながっております。東京の女優さん、かんこちゃんです。かんこちゃん。はーい。はーい。昨日はですね、お芝居講座をやってもらっていたら時間が全然なくなってしまって あっという間だったね。そう、昨日突然明日も行けるかなってオファーしたっていうね。ありがとうございます。はーい。昨日いろいろそのお芝居を教えてもらったんだけど、うん、そのね、私もあれなの、演技にその憧れていて、中学ぐらいからね、うん、いいないいな、山形には西高っていうね、その演劇部、渡辺恵里さんでとても有名な演劇部のある西高があるの、うん、そうで、渡辺恵里さんってかんこちゃんもね、渡辺恵里さんの舞台とか共演させていただいてね、そうそう、だから、うん、それで恵里さんの舞台で山形もかんこちゃん来てたよね。はい、そうで、私も初めて行った山形、あ、初めて行った、そうか、うん、そうで、その時に私も東京から見に来て、そうそう、うん、なんか山形でかんこちゃんの舞台を見れるなんて新鮮だなって思ってね、楽しんでたんですけど、 あとは今嘘ついた、私嘘ついた、東京の電波で嘘ついちゃった。何ですか。初めて山形に行ったのは違った。初めて行ったのはたっちゃんのライブでした。そうだった、そうなんですよ、ね、かんこちゃんがですね、私の山形でやるワンマンライブにサプライズで、しかも偽名を使って予約して、偽名を使って予約して、だから私本当に分かんなかったので、本番ね、歌っててこうなんかコール&レスポンスとか、みんなでこう手拍子しながら歌うようなところで、私がこう観客を見回したら、あれ待って、なんか知ってる人がいるって思って、ものすごい焦って、え、なんでいるのって思いながら歌い終わって、うん、終わってから客席に行ったら、かんこちゃんがサプライズ成功みたいな感じでいて、はい、しかももうなんか山形にこういなそうないでたちの、もう明らかに女優さんみたいな方がいるってなって、もううちの親戚はなんかざわ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 してて、なんか東京から女優切ったんだどうって言ってみんな写真、その時びっくりしたのが、うん、今に田んぼって書いて、普通東京だと今田でしょ、はい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 、はい、でも、うん、山形の方はコンタって言うんだよね、うん、そう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 、コンタさんが普通だからね、で、お名前伺っていいですかって言うから、コンタですって普通に言ったら、うん、はいみたいな顔をされて発音が違ったみたい。あ、そうそう、標準語でベラベラこう喋ったから、えみたいになったみたいで、なるほど、うん、そうそうそう、でもみんなすごい騒いでて、写真撮ってくださいみたいなうちの義理の姉とかがすごい写真撮ってもらっちゃった、そう、すごい喜んでましたけどね。で、その時になんかあれでしょ、醤油を、山形のお醤油をも買って帰って、で、うん、芋煮を作ってくれたんですよ、かんこちゃんが向こうで、はい、ねー、私も向こうでふるさとの味が食べれるってもうすごい嬉しいから。いやでもね、うん、なかなかやっぱり東京って玉こんにゃくがなくって、うん、玉こんにゃく、玉こんにゃく入れるでしょ、芋煮って。芋煮はね、普通のこんにゃくでいいの。あれ、あの時普通のこんにゃく、板こんにゃくじゃなかったっけ、入ってたの。でもね、なんかいろいろ調べたら、うんうん、山形は玉こんにゃくだって書いてあったからそれは、ちょっと待って、それは違う料理なの。玉こんにゃくは玉こんにゃくで、玉こんにゃくのその煮物っていうかがあって、うん、で、芋煮は、に入れるこんにゃくは板こんにゃくを手でちぎったものを入れるのよ。そうなんだ。そうなんですよ。だから合ってたんだよ。何軒ぐらいスーパー探したよ。すごいね、玉こんにゃくを求めて。求めて、もう嬉しかったよ、美味しかったしね、食べたことないって言ってたのにね。そうそうそう、ね、だからやっぱりね、うん、山形の人に山形の料理を食べさせるってすごい緊張するね、うん、いやいやいや、あれはね、もう本
当に感動なんですよ、ふるさとの味ってを作ってもらえるっていうのは本当にありがたいです。というわけでね、本当にいろいろ本当いろいろできるかんこちゃんなんですけど、その昨日のそのお芝居のやつでは、はい、なんていうの、役になりきるには、うん、とにかくできるだけ細かく設定することが大事っていう風に聞いたね、うん、そのおばあちゃん役だったらもうおばあちゃんでもう こういう場所にいて、では自分のこのなんていうの格好とかも想像して、うん、とにかくその自分が出てこないように細かく設定を考える、うん、想像力だね、うん、本当にね、うん、想像力ですね。想像力、妄想ですよ、妄想想像力がその昔から豊かなのかね、かんこちゃんは。いや、そんなことないよ。あ、でもね、うん、私、この業界に、うん、入ろうと思ったのは、宝塚に入ろうと思ったんですけど、はい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 。その時も、その自分が、大階段から降りてくるイメージ、うん、だからスポットライトを、うん、車のライトをつけてもらって、うん、その前でスポットライトだって一人でなんか歌ったり踊ったり芝居したりしてた。あ、そう、小さい時に。うん。へえ、面白い。じゃあもうちっちゃい時から女優さんになりたかったんだね。なりたかったですね。なるほどね。そうで、男役になりたかったんだよね。しかも宝塚に入ったらね。でもトップスター、男役がなりたくて。そっか、そう、すっごい、もうものすごい美女なんですけど、そのかっこいい部分がすごい強くてそうなんです。だから今回今日も曲をね、かんこちゃんの好きな映画の曲をかけさせてもらって、これもかっこいい女性がたくさん出てくる映画だよね。はいはい、というわけで聞いていただきましょう。かんこちゃんが元気になる曲、映画バーレスクのテーマ。はい、映画バーレスクの中から Show Me How You Burlesque という曲聴いていただきました。かんこちゃん、はい、お、これは曲は歌ったりとかもしてるの？これ歌ってはないけど踊っては結構。おー、へえ、見たいどんどんいろいろ YouTube に上げてください。はい、というわけで最近はね、もう自粛でかんこちゃんも家にいることがほとんどだと思うんですけども、運動ね、どんな運動をしてる？運動は、うん、私本当にもう筋トレをするとすぐついちゃうの、筋肉が。そう、私とかともう真逆で、筋肉がありすぎることに困ってるんだよね。困ってるんですよ、もう本当腹筋とかバキバキ割れちゃうんで、うん、そう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 腹筋が普通にシックスパックなんか 4つぐらいには割れてるかな。へえ、そうなんです。だからね、すっごい可愛いキャーっていう女性の役でおへそが出てる衣装とかの時に腹筋が割れてちゃダメだみたいな、どうしようみたいなこと言ってたよね。はい。ああ、じゃあ何、そういう筋トレじゃなくて何か運動してるの
なるべく有酸素運動と思って、うん、その動画でこう、なんだろう、曲を流して、うん、だいたい1曲3分とかそんなんだから、それでこう、はいはい、あの、自分でこう、動きをつけて、はあ、踊ってみたりとか。へぇ、そっか、踊れるもんね。一応踊るんですよ。あとは、あとは？あとは、うん、あのね、うん、必ず、ラジオ体操する。うん、第一第二。なるほど。ラジオ体操やっぱね、いいって言うからね、体にね。本当にあれ、小学生の頃はね、なんか結構、うん、あの、朝、早く起きて眠いなとか思って、ちょっとダラダラやってたけど、うん、今やると、すごい全身運動よ、うん、そう、確かに。慣れてるなと思って。確かに。なるほどね。そう。ってことで、あの、私とも、何かこう、体操のものでね、かんこちゃんが踊って、うん、踊りを考えて、私が音楽を担当してみたいなのをやろうと今、してるんだよね。ねえ。そう、何か面白いことをやって、あの、アップしようと考えてますので、ぜひぜひお楽しみにしていてください。そして、かんこちゃんのことは、ひらがなで、かんこで検索でいいよね。はい。はい。で、うん、YouTube とかもいろいろ面白いものが見れますので、YouTube を見ると全部あのね、ブログとかインスタとか貼り付けてあるそうなので、そこからチェックしてください。はい。はい、というわけで、かんこちゃんありがとう。ありがとう。はい。というわけで、今日まで、女優のかんこさんをお迎えしてお届けしました。バイバーイ。